回答は、片山正幸による日本の麻雀漫画。近代麻雀オリジナルにて1989年2月号から1997年4月号まで連載された。単行本は、全球巻。ギュワンブラー自己中心派、スーパーズガンなど、それまでギャグが強かった、片山の漫画だが、麻雀理論に則っ,ったリアルで緻密な東廃シーンが、花開いた。 最初の作品である。とはいえ、当初はギャグ漫画の色が濃く、作者曰く、見切り発信のまま話が進んでいった。後に、麻雀に流れなんてないと言い切る爆岡に対して、色の支配と呼んでいる流れ理論で立ち向かう鉄壁という構図が生まれ、また、茶柱、八咲らのサブキャラクターも立っていき、8年にわたる長期連載となった。 東廃シーンはマージャンライターの馬バ場バイ一が全面協力しており、実際に作者本人がマージャンを打ちながら理論的に東廃シーンを描いていたなど、その立体的な東廃は極めて高く評価されている。また作者は競技マージャンに関心を抱いており、プロジャンシーへのリスペクトとも語っている。この本格的な東廃やマージャン理論、そしてライバル同士の図式を描いた構図は、 海賊。オカルティでも再現されている。同じ大学に通い、雀荘、ドラ道楽で、よく麻雀を打つ、大学生の鉄壁砲、東大輔、旧連邦闘備。ある時、彼らの前に、突然、爆岡団重郎なる男が現れた。鉄壁や大輔は、爆岡と勝負するが負ける。その後、爆岡は万里級という老人の推薦を受けて、 マージャン界の三大タイトルの一つ達人戦の予選に参加する。爆敗と自ら名付けた相手の手敗を読み切り余りパイを狙うという天才的な打敗を武器に決勝まで進んだ爆岡はタイトルホルダー稲瀬光一を下して達人位を獲得する。さらに万教位、茶柱、鈴目竜王、鬼押し出しも倒してマージャン界のタイトルを独占する。その後も稲瀬 茶柱、鉢先などのトッププロが何度か挑戦するが毎回、返り打ちにし、3年の月日が流れた。その間にも爆岡は勝ち続け、3大タイトルの3年連続京急連覇を果たしていた。それに挑戦するのが、爆岡をライバル視している鉄壁である。鉄壁は、爆敗で派手に勝つ、爆岡とは、対照的に爆守備と呼んでいる非常に固い打ち筋で、 プロの道を進んでいた。爆岡部移住が期待される達人戦で、鉄壁は3年前のスズメ竜王戦での痛烈な敗北の雪辱を果たすべく、爆敗の研究、分析を重ねて挑む。勝利を目前にしながら、精神的な弱さから屈辱の逆転負け。だが、その敗北にもめげず、新戦術色の支配を編み出して、爆岡へ挑戦を続ける。 敗北を繰り返しながらも少しずつ差を詰めていき、爆敗の謎に迫っていく。翌年のリニューアルされた達人戦決勝の席で、鉄壁はライバルの茶柱、八先、大輔と共に再び爆岡に挑戦する。爆敗とは、爆岡が打つ反セオリー的な打敗のこと。本人曰くピントを合わせる敗。モーションが大きく、煙が出る特徴があるのですぐにわかる。 爆牌には本爆牌とランダム爆牌の2種類があり、この違いを発見したことが、鉄壁の爆破攻略の鍵となる。爆破のピントのあった時の手牌読みは超能力のレベルであり、第一だから爆牌を打つこともあるため単純に捨て牌や袋、竹の仕草で読んでいるわけではない。鉄壁が一度爆牌を打った時、頭が勝手に相手の手牌を想像している状態と表現している。 爆岡曰く、バカみたいに麻雀撃ってりゃ一生に一度くらいはある。相手の手配が全て見えてしまう瞬間を意図的に発言する打法であり、爆岡は爆杯の感覚をつかむまでに3年かかったと作中で述べている。しかし、どれだけピントがあっても山の杯を読むことはできない。ただ、 片山自身が見切り発射と認めているため、爆杯の定義や特徴に関しては関数によって矛盾や揺れがある。ランダム爆杯を使ったつぼねの後、読みのフォーカスを合わせるための2曲を挟んで本爆杯が発動する。爆杯は相手の余りパイを狙うため、手役や町の広さを犠牲にする場合がある。作中では、爆杯はつくづく損な技だぜと評されている。 あまり敗を狙っていることが相手にも知られているために逆に敗を止められる場合も多い。対戦相手も徐々に爆敗への理解を深めていき、特に鉄壁は最終的に爆敗の心理をつかんだ。単純に勝つためには積もりやすい方でリーチした方が効率的だが爆岡は愚直に爆敗を打ち続けた。その理由をイネゼは爆岡は天才であり芸術として 爆破にこだわっているからと指摘している。しかし、そのこだわりは素人である大介には通用せず、彼に打ち込むことが多く、大介は爆岡の芸術を台無しにする男と評されている。そのことからもわかるように、読みの基準である爆岡自身の打ち筋は効率を重視する理性的なスタイルであるため、他人の破天荒な打敗を予測できず、しとめ損なう場面もあった。また、 爆岡自身の読みがあまりに正確すぎることが対戦相手に狙いを見抜くヒントになってしまっている。上記のように山の灰を読めないこと、相手の選択肢を逆手に取るため、狙いを止められた上で選択肢を失うリーチには爆杯を打つ意味を失ってしまうことになり、鉄壁が爆岡を倒すために色の支配を用いて挑んだ戦法である。また、 満強くらいの予選では3人に完全にベタ折りされて爆敗を打つことなくラスを引いたこともある。ありがとうございます。